しかマニュアルだと。まったく、お嬢様は僕がいないと何もできないんですから、おとなしく座って待っていてください。無理です、恥ずかしすぎます。立ちました、気力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ、可愛いお姉さんを落としたくて羊喫茶でバイトを始めた。巨乳のお客さんと仲良くなってムフフなことをするのが目標だ。お帰りなさいませ旦那様。うわ、フラグちゃん、あれ、モブオさんじゃないですか。最近始めたバイトってここだったんですか。そうだけど、それよりどうしたのその格好。恋愛フラグさんに手伝ってほしいことがあるって言われてきたら、羊喫茶だったんです。バイトの男の子たちが風邪でほとんど休んじゃって、人手が欲しいってここのオーナーに頼まれちゃってさ。そうだったんだ。フラグちゃん、男装すごく似合ってる。どこ見て言ってるんですか。まったく、こんな茶番付き合ってられん。それってせいちゃんはモブオ君にだってできる簡単な仕事もできないってこと。なんじゃと、この人海にできることでわしができないことなどないわっていう感じで、星座フラグさんもお手伝いしてくれているんです。へえ、人海とかすごく文学的な罵り方だな。モブ君、私はどう、似合ってる。あ、うん、似合ってるよ。モブ君が褒めてくれた、嬉しい。にしてもみんな完璧な男装だね。でも胸ってどうしてるの。晒して潰してるんだよ。潰すなんて、おっぱいへの虐待じゃないか。俺が今すぐ、それ以上喋ると貴様を潰すことになるぞ。はい、すいません。モブ君は巨乳が好きだから見せてあげたいけど、恥ずかしくてできないよ。いえ、生意気初太執事。おかわりの紅茶をお継ぎしますね。ありがとうございます。あ、おっと、よかったです。ありがとう、かわいい羊さん。あ、かわいいじゃダメです。羊として働いている以上、もっとかっこよく振る舞わないと。確かマニュアルだと。まったく、お嬢様は僕がいないと何もできないんですから、おとなしく座って待っていてください。無理です、恥ずかしすぎます。可愛さがにじみ出ちゃってるけど、生意気初太羊だわ。なんで男の俺より男装のフラグちゃんがモテるんだよ。俺だって巨乳美人にモテたい。そんなこと言ってるからモテないんですよ、モブオさんは。モブ君に構ってもらえるなんてずるい、あいつに負けてられないわ。強気執事。あれ、運ぼうとした料理がありませんね。お待たせしました、お嬢様。かっこいい、イケメンが私にウィンクするなんて、もう死んでも後悔ないわ。そんなに褒めてもこれ以上何も出ませんよ。あれは私が担当するはずの料理じゃないですか。お嬢様たちはチンチクリンより俺に夢中みたいだね。失恋フラグさんがその気なら負けません。お帰りなさいませ、お嬢様。お足元にお気をつけくださいね。ありがとう。お嬢様、あんな奴より俺が一生忘れられないエスコートをして差し上げますよ。お嬢様に近づかないでくださいよ、彼女は僕のものですから。あなたのような未熟者にお嬢様は任せられませんね。チンチクリンのくせにどんどん演技が板についてきてる。負けられないわ。お嬢様、どちらか選んでください。え、他の執事を選ぶなんて絶対許しませんよ。いいや、俺を選ぶでしょ。生意気初太執事と強気執事、どっちも良すぎて選べない。ポンコツ執事。これくらい余裕。執事さん、大丈夫ですか。俺を誰だと思っているんです。このくらい朝飯前ですよ。お待たせしました。ほっぺにクリームがついてます。いつの間に。申し訳ございません。大丈夫です、このまま食べますから。それはダメです、お嬢様の口に入るものは完璧なものでないと。今すぐ作り直してきます。あれ、俺様かと思ったら、まさかのドジっ子。次こそは。どうぞお嬢様方、俺に任せていただければ今後も最高のサーブをして差し上げますからね。ありがとう。そのフォークが。申し訳ございません、今お持ちしますので。何やってるんだ俺、もっとしっかりしなくちゃ。これを使え、せいちゃん。まったく、何をそんなに焦っておるのだ。もっと落ち着きを持って。ありがとう。執事同士の友情、助け合い、心が浄化されるようだわ。まさかデトックス効果があったなんて。肉食系執事とツンデレ執事。
ねえねえ、そこの君。あ、はい、何でしょうか。あんたじゃなくて、隣のその子。僕？指名されちゃったし、ちょっと遊んじゃおっかな。僕たちの関係がバレたら、旦那様にクビにされてしまうかもしれないのに、君はそんなに我慢できないの？まったく、仕方のないお嬢様ですね。なんて破壊力なの！肉食系執事だわ。さすが師匠とは思うけど、なんで俺じゃないんだ。てかあれ、チャラいだけじゃない？そこの執事さんも何かサービスしてくれるんですか？わ、俺はそういうことはしない。ですが、俺を気にかけてくれたことに感謝します。お嬢様。キャー！なぜあやつらはあんなに堂々とできるのじゃ。わしにはこれが限界じゃ。ツンデレ執事最高に。勝負。お嬢様、お待たせしました。ありがとう。そうだ、ケーキも追加で。少し食べ過ぎじゃないですか。こんなところ僕以外に見せちゃいけませんよ。キャー！僕だってやればできるんですからね。シャタ属性のくせに。このままじゃチンチクリンの方がかっこいいってことになっちゃう。すみません、紅茶をこぼしちゃいました。これは素早く拭くことでかっこいい執事になるチャンス。さあ、じゃあ俺拭きますね。うわ、立ちました。うわ、モブーさん。ドンク。まあ、他人の不始末を片付けようとする行いは生存フラグでな。キャー、素敵。ありがとう、生存フラグさん。貴様が転ぶ先に皿があっただけだ。皿がなかったら貴様が転もうが一向に構わんかった。俺の命は皿以下なの？あの執事かっこいい。おやおや、恋愛フラグがたくさん立っちゃったね。私、彼に紅茶を一杯。私は彼にコーヒー2杯。私はマカロンタワー入れるわ。マカロンタワー入りました。なんかホストクラブみたいになってない？閉店。ああ、今日はやけに客が多かったな。結局一番売り上げが高かったのは生存フラグさんでしたね。僅差で負けました。なんで喫茶店の店員に売り上げシステムがあるんだよ。まったく余計なことに巻き込みおって、胸が苦しくなってきた。何体かならともかく、僕って男装でもかっこよくなっちゃうとは知らなかったよ。男装に勝てない俺って。うわ、安心して、モブ君のことは俺が幸せにするから。まず俺って言っちゃった。え？モブミ、なんでここに？まだ間に合うかなってお店を覗いてみたんだけど、その男の人誰？そんなにくっついて、もしかして。いや、これは誤解。まあいいんじゃない。え？男同士のことはよくわからないけど、モブを応援するわ。は？ちょ、違う、そういうのじゃないから。私のことは気にしないで。じゃあ帰るわ。待ってくれ、俺はモブミ一筋なんだ。モブ君、そこまでモブミちゃんのことを。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんって、フラグちゃん。